ファイターズガールを昨季限りで卒業し、現在は F ビレッジアンバサダー、を務める滝谷ゆめさんが今月16日に台湾プロ野球の富国大高専で行った始球式の様子が、異例の反響ぶりを見せている。実際の映像、白スカートふわりでかわいすぎる一頭、ハムの元エースチアが台湾で異例の再生回数。日本に関連したイベントが開催された一環で登場。 ピンク色のグラブに青いユニフォームを着用し、白のロングスカートで一等。ノーバウンドで保守のミットに収まると万歳で大喜び。球場も大歓声に包まれた。試合前には日本語と英語を交えて選手のスタメン発表をする場面も。また、始球式を行う前には中国語で挨拶。日体のファンを虜にした。 昨年までファイターズガールの人気メンバーとして活躍。この様子を富國が球団公式 YouTube に上げると10日間で8.1万回再生を記録。同球団の他の動画は1万回にも届いていないのがほとんどだけに、滝谷さんの注目度の高さを示していた。ファンも、可愛らしくて、素敵です。我らの美ユ様、めっちゃ可愛い、ありがたや、などとコメントしていた。